おはようございます。5月28日日曜日の全国の天気をお伝えします。北日本では天気下り坂です。次第に雨が降り出し、午後になると本降りの雨の降り方となり、一時的には強まることもあります。お出かけの際は忘れず雨具をお持ちください。東日本や西日本では時々日差しが届いても雲が優勢の空、北陸から山陰にかけての日本海側や西日本の太平洋側ではにわか雨の可能性があります。また沖縄では台風の影響を受け始め、風が強まり波も高くなります。早めの備えをしておくと安心です。各地日中の気温は25度前後、少しムシッと暑く感じられそうです。九州などでは気温も上がります。外で運動などをされる際には熱中症にご注意ください。最新の情報はお天気アプリウェザーニュースからもご覧いただけます。